在没有邦交及迁管之下，我们没有政治，也没有什么经济，也没有这个人的一个来往。在这个情况下，我们只有用我们的这个伦理道德文化的层次啊，和日本来展开我们的这个外交，也维持我们的关系。那时候我们甚至希望有一位在日本的的确文化界有声望，啊，也而且也有力量、有号召力量的人出来领头。那时候我们是的的确确非常之感激这个如野先生的这个的，因为他那时候一方面是东大有名的教授，而且是有名的汉学家。今年93高龄的宇野金一，父亲是宇野哲人，长子宇野茂彦，他们一家三代都是儒学的研究者。曾经担任过现在日本天皇老师的宇野金一，在学术研究上以周礼著名。从西元五世纪便传入日本的儒家思想，一直影响着他的生活和教育环境。明治の頃はですね、大体が江戸時代が徳川幕府が昌平校というのを作って、湯島にこれからあなた方もいらっしゃるけど、湯島の聖堂で孔子をお祭りしてね、それでまあその頃学問といえばもう漢籍漢文、それで中でも儒教一番の大事なもの、でそういう勉強をもう日本中がしたんですよ。湯島の将軍の方の昌平校は旗本やなんかその自分の家来で、各藩にもですね、だから日本全体がね、大体まあ儒教中心の文化だったんですね。西元1890年、日本天皇颁布教育敕谕，为当时基础教育的教科书。内容主要是由当时的两位儒家学者草拟，其中孝父母、友兄弟、夫妇相和、朋友相信等，都是儒家的道德用语。だから日本は明治以後、戦争が今度負けるまで、儒教的な一番の根底は儒教というものがあって、でそれを中心に教育が行われていたんですね。だからまだ生きて、今生きてるね、まあ70、80ぐらいの以上の人はまだやっぱり、その影響があると思いますね。その教育長が読むから私はね、覚えが悪いんですけどね、まああんた10年間も聞かされりゃ覚えちゃうよね、自然に覚えちゃうで今でも覚えてますけどね。宇野先生の学問は正当な学問ですね、儒学の正当の学問、それを受け継いでるんですね。今このような正当の学問を受け継いでいる学者は非常に少ない。それで日本で最も中心である東京大学でそれを講義された、お父様も東京大学で講義されたということで、まあ日本の最も中心でそういう学問を守っていかれたということはね、大変これは大きな功績ですよ。まあ学者の中にはね、その学者を学問をね、何かのためにしようとか、自分の出世の道具にしようとか、まあそういうあれ宣伝しようとか、そういう学問をする人も結構いますよ。そういうことは一切ないのね。自然に学問をして、ね、でその自然にそれが出てくるという、そういうのは書物の香りというね、染み付いてるわけだね。でこれは1代や2代ではできない。やっぱり3代4代と続いてる家にそういうあれが出る。まあその書香という言葉があるんでしょ、書物の香りにね、それがこう染みついた家、自然にそういう学問をするというね。だから人からそのなんかさせられたり、なんか時代にね、このおもねったりすることがない、自然にそういう学問をするというね。私はまあ長男ですから、父はまあ自分のように教育したいと思っていただろうと思いますけれども、特別な教育は私は受けた覚えがありませんね。で普通に
普通の子供たちと同じように勉強して、ただね、小学校1年の時からね、この書道ですね、でそういう勉強して多少ね、だから漢字っていうものに対して小学校1年の頃から割合にこう親しみを持ってたってことはありますね。後に勉強するようになってから知った漢文というのとはちょっと違いますけれども、子供の時に漢文というものを面白いと思った、それで漢文をやるようになったんですね。信濃思想っていったのはたくさんありますけどね、私はやっぱり論語と孟子が好きでそれで結局儒教勉強専門になるようになったんです。まあ、宇野先生も私も語が好きでね、はい、宇野先生はね、下手だったけど好きでね、で宇野先生は宇野先生に教わったけどすぐお父さんより強くなったね。で宇野先生の息子さんはね、宇野先生から教わったけどまた強くなってだんだん下行くほど語は強くなって、子供の時のしつけが厳しかったですね、いわゆる日本のしつけ。それで私は長男でしたんで、それを、なんていうの、もろに受けました。例えばですね、ネギが嫌いでしたんですね、子供。今では好きですけど。で、味噌汁の中にそのネギが入ってると、まあ、飲まないと。そうすると、その飲まなければ飲むまで、もう毎日のようにネギにしてやれと、こういうふうに言ってネギの味噌汁ばっかり飲まされると。つまり物の好き嫌いをしちゃいけないっていう、食べ物の好き嫌いをしちゃいけないっていうことですね。それを厳しく言われました。父が学問以外の社会活動っていうかな、そういうことをしたのは私は古典学者としては当然のことだと思ってます。西元1972年，当中华民国政府和日本断交后，宇野经一却在这时候积极地来华访问，举办大陆问题研究会等多项学术交流活动，又担任日华文化协会会长，推广两国的文化交流活动。他以实际的行动力支持着他对儒家的和平信念。昭和47年の秋にその田中内閣の時に中華民国と断交したでしょ。あれはあの時にね、私どもはね、なんかあれ何人ぐらいいたかな、100人ぐらいねいましてね、それに大反対のねグループがあったんですよ。で私もそのグループの一人だったんで、日比谷公会堂で確か演説会やってね、その絶対に断交はいかんと、で中共とね国交を開くのはいかん、だからそれが僕はね日本の外交史上の一つの僕は恥だと思ってるんです。今でもそう思ってます。蒋介石総統がね、戦争が済んだ時に日本に対してはね大変な好意ある処置をされたわけです。で日本はそのおかげで台湾の北海道はねソ連に取られないで済んだんですよ。それはね僕は蒋介石総統のおかげだと思って、今でも僕はそれは恩義に思っているんです。それから日本の在留日本人をいち早く日本に送り返したでしょ。でこれはポツダム宣言の実行なんですね。で蒋介石総統としてはそれはまあ当然といえば当然なさるべきことだけれども、しかしそれをきちんとなさった。那个时候几乎是好像靠中共是大势所趋嘛，中国文化大革命把中国搞得那个样子的时候，你还说是你是代表传统的中国、正统的中国，这些在日本这些稍微脑筋清楚一点的人，稍微有点文化基础的人，他不接受的。所以我想这个是也许儒远先生他觉得真正要说代表中国、代表中国文化也好，代表中国的这个孔学、儒学，就他所专门研究的这东西也好，中国传统的文化精神也好，所以他认为是他是在台湾这一边，在蒋总统这一边这样子。
弱い者に対して、あるいは、まあ、あの断交という厳しい状況の中でこのままではいけないということに対して行動で示した。まあ、あの宇野先生は陽明学ではないと思いますよ、ですけれども知行合一、行いと学問が一緒になった行為として私どもは尊敬した。宇野先生は終始一貫して、台湾の方の交流に尽くされました。まあ、いろいろたくさんのことはありますけど、例えばしばしば台湾を訪問して台湾の学者とも交流したり、また台湾との方が日本に来られた時には積極的にお会いになってね、で交流に努めました。まあ、大陸の方には絶対に行かないというそういう信念でね、貫き通されました。于野金一在来台的行程中，也常以到慈湖叶林的行动，实际表达他感谢蒋总统对日本人的恩情。日本有一个孔子庙叫汤岛圣堂哈，汤岛圣堂在江户时代就已经成立了。那因为经过好几次火灾哈，昭和十年的时候就重建哈，盖好以后不久他们就成立了诗文会哈，来推动跟孔子有关的一切的活动哈。那这个于野金一先生就当会长哈，祭祀孔子的仪式哈，把它弄得更像中国式的这样哈。昭和50年に、台北のライオンズクラブから大きな孔子の像をねいただいて、それは随分圧力もあったんですけれども、跳ねのけてね、それを聖堂の中に安置するということを成し遂げられました。これについては随分干渉や圧力もあったんですけれどもね、それを完全として跳ねのけて、立派に今の目にいられるようなところへ安置されました。で、儒教は古いもんと、だから西洋文化に追いつけ追い越せというのが日本の明治以来の動きであったけど、その流れが、儒教は古いという流れがずっと来てるわけですよ。でことに戦後はひどいですね。だけど僕はね、儒教は決して古くないと思うんです。それはね、孔子の思想はね、やっぱりそれこそは人類普遍の真理なんでね、人間としてね、私は日本人間としての在り方の基本を教えるものだから、だからこれは人種の異観を問わないので、どこの人にもそれは通ずるもんだというふうに私は考えてる。だから儒教は決して古くない。古いっていうなら古いところを教えてもらいたいですよ。在我的想法当中也好，对做事也好，他是，我认为他是我的一个老师。尤其呢，他认为我们做文化的交流，并不是为政治，还是为任何事情来服务的。因为我们所做的这个交流啊，可以扩展到和人有关所有生活的问题，可以影响到。于野金一积极地推动日华文化交流，不止在学术的领域上，在教育文化上，他也一再促成民间团体的互动，让拥有同样文化根源的两国人能成为互相学习的好朋友。在日本的户田护校和台湾的树人医专，也在此友好的交流环境中缔结为姐妹校。流れあやふき丸き橋。
啊，迄阵我就唱唱我听，吼、哦，哎，阮哦，啊，博士安尼欢喜个。当时我真觉得唔知影讲伊是一个有名的数学家，是普通的朋友，普通的一般老百姓。啊，尤其是最关心的就是讲是讲日本统治台湾五十年来的这个东西初期、甲中期、甲后期，这中间的经过经营，每当爱国主义者得到消息。啊，我当时伊这个温和先生就是，哦，足平实、足平凡的人，拢未结愧。哦、所以大家祝贺祝贺。自分たちの近くのものは親しい、愛情も深い。だからその深い気持ちをどこまでも遠くまでそれを応用していかなきゃいけないというのが儒教の考えですね。儒教というのは人の道を教えてるから、人類普遍の道だから。だからね。どこの国に行っても、そうでしょう、あんた。で、宇野先生は非常に紳士的な方ですから、名誉会長に言い出した時でもね、よく黙って黙々とやってらっしゃる。芸術は政治に勝るもんだっていうことですよね。芸術家っていうのは政治はないんです。これは平等ですから、全部お互いに学び合おうということ。これは大切なこと。だからどこの国でも行って学び合えれば両方とも得になるという。十多年前、于野先生、77岁的诞生日，我作诗赠给老师的。人人成百鹿，家寿自新余，争夺。蟒桃李，即食鸡四株。高邮苍士学，北海异乡如。红笔少先进，贯穿虽未渝。宇野先生は、江戸漢学の伝統を近代化。近代日本において継承したいわゆるこの中国哲学、まあ漢学だね、儒教学の嫡流の代表的な学者であると。日本の儒教研究者の立場が言うと戦後は随分変わっております。だから宇野先生の理論とは違うような人も多く出てきていますけれども、それは仕方ないんでね。宇野さんは宇野さんとして非常に立派だろうと思うんです。伝統的な修士学を中心とした儒教学をね。私は学問っていうものはね、そういう役に立つとか立たんとかということはあまり考えなくてもいい。やっぱりその時にしなきゃならないこと、言わなきゃならないことは言わなきゃいけないというのが私のその信念なんですよ。で、ぜひ自分として言っておかなきゃならない、今言っておかなきゃいけないことはどんなことがあっても言っておくと、書いておくということが学者としての務めではないかというふうに私は思っているんです。先生が多分もう80代の後半になってからちょっと 目と足がちょっと悪くなられた頃のお話なんですけれども、先生は80ぐらいまでは自分が年寄りだと思ったことがないっておっしゃっていて、電車に乗ってその席を譲られ、なんで席を譲られるのかわからないっておっしゃってたのが印象的でしたね。自分の信じるものに対して熱くなるっていう意味では万年青年っていうんですか、そういう感じですかね。連々ですよ、人です、人を備えた方、そういうふうに思ってますね。ですから温かい、いやって竹からずという孔子の言葉ありますね。そのようにね、威厳はあるけれども温かいで、非常に親しみやすい方ですね。
儒家文化经历了2500多年的传承，现在在台湾，孔庙的意义似乎象征着一个传统文化的式微。在日本也碰到相同的问题，但以儒学为人生实践价值的宇野金一，却对儒家的文化一直抱持希望。他坚持儒家是人类重要的道德精神，并且用实践的行动验证他的信念。孔子はね、西暦元500年の前500年の人ですよ。もう今は2500年経ってるんですよ。それでまだ孔子の勉強しようという人がいるんだか、孔子の思想。どこが古いんですか。古ければもうやりませんよ。役に立たなきゃ。そんな勉強しませんよ。僕は儒教も人間がですね、人間がもし儒教を捨てたらね、それはもう僕は人間のおしまいだと思いますね。自分は今までね、日本の国に生まれて、日本の国で勉強させてもらって、その今まで、生活してきたわけだから、せめてね、自分の勉強したことをはっきりと言ったり書いたりして、そして、私はこう考えますとね、こう考える、こういうことが正しいことだと思いますということをどうしてもこの言っておきたい、そういう今は気持ちですね。国立台湾师范大学是台湾培育专业师资的学府，从早期的师范学院逐步走向师资培育与学术研究并重的发展路线，确立了师范与大学兼备的特性。在重大的转捩点上，最具影响力和决策性的人物就是刘真校长。好好做学问嘛，你这样才能指导学生嘛。你是光讲也不行啊。教师不是骗人的。民国38年，中国人的关键年，在大陆国共内战，国民党节节败退；在台湾，4月6日，台大和师院的学生发起反饥饿、反迫害游行，爆发四六学潮。当时，刘真奉台湾省主席陈诚之命来台，接替谢东闵先生担任台湾师范学院院长，负责主持学风整顿委员会。在抗战期间，他曾担任陈诚将军的侍从秘书，这次临危受命，显示出陈诚对他的信赖。那天4月6号，这个保安司令部啊，就来抓人，
我们到学校来，我们来上课，一发觉学校根本停课。所以当学校里面一个动乱的时候，全程也非常能知人而识人，啊，善于用人。他觉得这个时候谢院长就无能为力了，他就能想到他远在大陆，那时候国民政府还没有撤退到台湾来的时候，他那时候好像还是安徽省的立法委员嘛，在南京，他马上就赶来，他也是在很匆忙临危受命的。当时那个实验学校啊，华生是主要是这个很多共产党职业学生，但是这个扰乱我们治安，在学院游行示威，还饥饿，那时候并没什么饥饿问题。我不害怕，我你当这一把学校打干什么呢？当不把学校打完，你爱来教育学生嘛？教育的爱嘛，没开除任何学生。师范学院那个时候有两个剧团，一个叫戏剧自由社，另外还有一个是人间剧社。他也晓得这两个剧团是对立的，他就把它合并，首先强制合并为一个师院剧社。共产党他的斗争就是先制造对立矛盾，他就破除这个。四六学潮结束，刘真对师院怀有远大理想，他积极扩展校地，促成师院升格成师大，确立六月五日为校庆日，定定校训为诚正勤朴，为师大人树立优良校风。诚是先诚，正是先要正，勤一个人要勤劳，朴要朴实，不要奢华，这是做人起码条件。这师大学生就是希望以这个做你们做人做事做事一个标准。刘校长啊，对这个学生的生活教育啊非常重视啊，因为师范生将来是为人师表嘛，因此他的这个生活习惯呢、啊、做将来这个学生的模范，所以他每天都要来升旗的，而且风雨无阻。有很多学生啊，希望下雨，下雨天就也许不升旗了，那就可以多睡了。校长就亲自到宿舍来叫学生起床啊。他从那个学生的这个训导这个管理上面先从这里下手。所以那时候师范学院觉得是要升旗的话，觉得都很丢脸，大家就流传，因为对刘真的不满，就是大学的名誉，然后中学的管理，然后说你们的程度是小学的程度，就在讽刺的啊。这个刘校长他在这方面他就是非常坚持自己要做的就自己先做啊。他说难道我365天天天都很健康吗？我没有咳嗽感冒伤风头疼吗？但是我自己还是来，啊，因为我要求你们的，我自己先做到。每天审批嘛，我都到嘛，多接触的，多了解学生，这都认识。你校长没有纪律啊，师生一起的，学生跟老师混不开的。刘真校长坚持师范教育的精神和对师范生的期望，手书止于至善，为培养优良的教师，他礼贤下士，敦聘名师，提倡人文教育，奠立了台湾师范教育醇厚之学风。刘校长在主持师大的时候请了很多名师，
啊，像这个国画大师普信宇，这个文学大师梁实秋，这些人都全国都知道。还有女作家苏雪凝，听说苏雪凝从香港到台湾啊，刘校长是带着聘书到基隆港去接客人的，接教授的，啊，现在这种人已经没有了。像潘中圭啦，像穆中山啦，黄俊鼻啦，潘中圭先生呢，他是，讲的是四书五经经学方面的，他还讲《红楼梦》啊，那是文学方面的。